さてと、今回は今ヨーガインターなんですけど、ここから高速前方でね、栃木市ですね、藤岡だったかな、藤岡町だったかな、はい、まで行きます。珍しいですね、洋画から乗るってのは本当珍しいです。まあ前方だからね、もう急ぎでっていう話なんで、もう完全に乗っかっていくわけですけど、相変わらずですね、相変わらずって言い方変だな、ちょっと窓汚いんですけどそれが見えてるか見えてないかちょっとまあ別問題としましてですね、まあ急いで参りたいと思います。でまあ首都高はね、またねこれ多分反転で出すと思いますけどね、首都高って結構なんつうのこう入り組んでいくじゃないですか、直線がまあ比較的少ないかな、まあ、この辺はちょっと直線多いけど、都内の都心環状線入っちゃうと結構うねうねするじゃないですか。それをちょっと撮ってみて反転させてどう見えるかなっていうのは見てみたいなと思うんですけどねでただね、今これ普通ね栃木行くんだったら中央環状線途中からこう左入ってって、でずっと夏の行った場所の方に抜けて、あそこはなんだっけ、まあ足立の方っていうの、足立エリアだっけな、その雅ねえなることでこう川口線に行くじゃないですか、で東北道行くじゃないですか。それがなぜかね都心環状の方行けて、まっすぐね、でそれどうなのって、そっちの方が早いのみたいな、そういう今 Google ちゃんのね、指示なんですけど、まあおそらくそっちの方が早いんだろうね、あのトンネルが混んでるかもしれないっていうのあって、トンネル混んでるのって嫌じゃないですか、なんかトンネルの中で混んでるのって暑いし、で、まあそれがねうまくね取れればって話なんだけど、なんともいいですね。まあ急ぎは急ぎなんだけど、そんなにまあ間に合わないっていうぐらいの急ぎではないんでね。まあちょっとそこそこに急ぎながらっていう感じで、まあ高速はもちろん全部使ってって感じですけど、行こうと思います。はい。でようやくこの動画が出るってことは、あれですよね。長岡の動画が多分終わってからってことだと思うんだけど長岡市のね、映像がどこまで進んでるかってとこですよね。ちょうどね、魚沼市に入ったあたりで今編集を一日一日それしかやってないっていう、結構かかるね時間ね、4時間ぐらいかかるの、まあまあそれはいいんですけど、それだからこれ話してるってなんかその動画がいつ出てるのみたいな、そういうのがちょっと変な感じがしますけどね、でどうしようかな、26分遅い余裕乗るね、そんな変わるの、都心環状に出る方がなんか時間かかってな気がするんだけどな、あそこですね、で今ちょっとね、後ろの窓を開けています。後ろの左側だけちょっと閉めれば変わりますかね、今左閉めたけどそんな混んでないと思うんだけどな、なんだろう、あれ五号線とかで混んでるの、いや絶対距離的には近いよな、どうしようかな、失礼しました。
線、そうだ、一緒だよね、この間のとね、こっちはつまん